にちは、手作り倉庫です。ボンドの裁縫上手というので、ファスナーポケットを、カバン用のね、ファスナーポケットを前回作りまして、そしてそれがこの中間の 40g のサイズだったもんですから、これを全部使い切りたくて、そしてせっかくこのバッグ用にファスナーポケットつけましたので、これファスナーポケットの作り方は別の番組で参考になさってくださいね。でこのバッグを完成させます。これボンドをできるだけ早く使った方がいいかなと思いまして、そして作りますね。まずこの表布の参考サイズですけれども、幅が45センチ、長さが62センチで、表布、内布、そして真珠も結構しっかり貼りました、両方とも。これも皆様の好き好きがあると思うんですけども、これで貼ってあります。そして底の部分が剥ぎ合わせしなくていいように輪になっています。できるだけ作業少ない方がいいかなと思って、そして長さを出しましたね。そしてこの大きな外付けの大きなこの真ん中で分かれてるポケットなんですけど、これ動画に撮ったらこれが取れてなかったもんですから、内ポケットで同じ大きさのポケットつけてますので、それを参考にしてください。この次に始まっていきます。そして底待ちですけども、ここの部分でもう切っちゃってください。下側ですから、こんな風に下からは4センチ、右からとか左からとか5センチのまちを切っておきます。そうすると跡がきれいにできますね。そして先ほど言いました内ポケットの真ん中で分かれている大きな長さもある内ポケットですけど、このサイズの布をまず四隅を全部4センチの1センチ折って、そしてアイロンかけます。全部1センチですから、ポケットのサイズがどんだけなのかな、計算してくださいね。そしてこの角のところはちょっとゴロゴロしますから、こうして三角にちょっとだけ切ります。こんな風にね。そうするとこれ重なって内側1枚のポケットじゃないです。薄い布でしましたけど、外側は同じトム布でしましたけど、しっかりしたポケットが欲しかったので、こんな風にして内側の布は薄めの布でこうして半分に折りますね。これ長い方を半分に折ります。ですから幅が35センチだったかな、35センチだから33センチの幅のポケットになるんですけども、外側のポケットはこうし途中でついれます。薄い布を中側にして、それか1枚だけでもいいんですけども、大きさの参考にしてくださいね。そしてこんな風にして、三方をボンド付けしましたら、輪の方を上にして付けました。こうしてね、輪の方を上にして、そしてこの内布の中心につけます。大きなギリギリのポケットですから中心につけます。そして下側はマチが 1.2 の縫い代をつきますので、そこにちょうど触らないギリギリのところにつけると使いやすいと思いますね。この大きなポケットは結構重いものを入れたりすると形変わりますから、できるだけそこにしっかりこうそこと一緒にところにあるといいんですね。そして最初に中心の部分に、中心から5ミリずつの1センチの幅の、これ印してますけど、鉛筆で印してもしなくてもいいんですけど、チャーコはチャコが固定されちゃうし、消えるチャコペンは消えないんですね。ボンドで固定されちゃって、ですからこれも工夫して印はなくてもいいし、だいたい1センチぐらいの糊代っていうんですかね、針代で、そしてこんな風にして中心を貼ってから底を貼るという風で作業してますね。そして1回ずつ少しずつアイロンかけていきます。このアイロンかけの作業がこのボンドので作る場合はアイロンが
ずっとアイロンつけっぱなしでやってるんですけど、ですからそれがまあ面倒くさいといえば面倒くさいんですけども、こうしてよくまあ横つけましたね、同じやり方で。そして左側の横もこうして同じやり方でつけておきます。そしてしっかりしたあのポケットが つきますね。このアイロンがけがとってもあの面倒くさいといや面倒くさいんですけど、あ、これ裏もアイロンかけますね。これアイロンがけがもう常にアイロンがついている状態でやってますね。でところが、まあ、このバッグが最後仕上がりがものすごく綺麗なんですね。アイロンかけながらかけながらもうしっかりこうもうあの必要に応じてアイロンかけちゃうもんですから、それはそれでもねすごくあのいいと思いますね。そして、まあ、うちのポケットつきましたら、そうしましたら次に表の布を貼り合わせするためのアイロンがけをします。そしてこの上側の部分、バッグの上の部分ね、ここは 1.5 センチ折りました。のりしろを 1.5 センチにしました。これ1センチではちょっと少ないで、動画は小西さんの動画はみんな 1.5 センチの縫い代で、のり代でやってましたかね。でこれ 1.5 ね。そして脇の両側の4箇所、これは 1.2 にしました。 1.5 だとちょっと、まあ、ごっついっていうかね、ちょっとごっついもんですから 1.2 にしたんですけど、これはまあ 1.2 でいいかな。 1.2 でやってください。で4箇所ね、4箇所の縫い代が 1.2 ずつですから、こうしてぐるっと周りをボンド入りのための、アイロン掛けの折る作業をしますね。上側が 1.5、 横が 1.2 ですね。そして今の最初に横こうしてあてがみしまして、そしてボンドがはみ出さないようにして、そして横これを貼り合わせします。ここでちょっとボンドはみ出してあのひっついちゃわない方がいいんですね。この横のここ部分はひっついちゃわないといけないんですけど、これが中にこう内側にはみ出したくないんです、ボンドがね。こうしてきれいに貼り合わせします。でここでもまたアイロンかけるんですよね。だからアイロンがけがもう本当にこう このこうしてこうしてね、こうしてあのまっすぐになるように、こうどんな風になるようにあの貼り合わせしますね。ボンドはみ出さない方が綺麗ですから、この方が。そして反対側も同じように 1.2 ミリの今折りましたよね、 1.2 ミリ折ったところを貼り合わせします。こんな風に、この裁縫上手はちょっと値段が高いので、あのまあそれだけ多分研究費にお金がかかってるんじゃないかなと思うんですけども、値段が高いのでなかなか手が出なかったんですけど、まあ一つ買ってあったので今回まあ作っちゃおうと思って作ったんですけど、あ、これあの内布の方は 1.8 ミリの折り代、針代、折り代、そして横が 1.2、 横は同じように 1.2、 そして同じように表の布と同じような作業をしますね。横をまず先に貼り合わせします。でこの裁縫上手であのこれ、まあ、もう少しで1本使い切るんですけども、これがなかなか奥深かったですね。このボンド、なんかいろんなものがそこ想像できちゃって、いろんなものが作りたくなっちゃったんですけども、だから少しあのこのボンド作業がの動画がちょっと増えてくるかもしれない感じなんです。そうしましたら、これ今してますのがこの折りし、折ったこの縫い代っていうのかな、この折ったのをどちらに折るかを決めます。
そしてこの裏に返して、こうしてまちを、まち部分ボンド張りするんですけども、ですからどっかにどっちに倒すかを決めといた方がいいですね。この折ったところ、貼り合わせたところ、だから言葉が難しいな。そして今のこのマチのところね、これを折った部分に腰ボンドをつけてますけど、この時にこのお箸スティック、箸を鉛筆削りで先を削っただけのものなんですけど、これがとっても使いやすいです。こういう細いところをね、ならすの。それまたアイロンかけてますよね。これ今気がついたと思いますけど、右の上のところに空き瓶にボンドを逆さま、下向きにして、入り口を下向きにして、そして刺してます。こうすると次がボンドが下に落ちてて、それと次の作業をしやすいですね。そして今貼り合わせしました。ここで大事な作業、これを表に返しますね、まずね。そしてここでボンドがはみ出してないかを確かめます。これ、こんな綺麗にできるんですよ。これ綺麗ですよね。そしてここでも一度アイロンしときますね。そうすると、もう仕上がりが本当に綺麗に仕上がります。次にこの時にこの折る方向、この折る方向を一緒にしますね。上に折ってますよね。これ上に折ってるから、反対側も上に折るというふうにしてしました。まあ洋裁でいくと、表側のうう裏後ろ側に折るっていうのがまあ基本っていうか、まああんまり別に基本はどっちでもいいんですけどね。これで反対側も同じように、一度まあ返して、ボンドがはみ出てないかを確かめてアイロンしておきましたね。そして次に内布のこの折り代、これが反対になるようにしてほしいんです。こうして、こんなふうに。そしてまあアイロンがけしながら、そして内布もこのまちを貼っちゃいます。同じようにね、ここのまちはしっかり貼っといた方がいいですね。はい、では次に上の部分を貼り合わせするんですけども、この時に表布、こうしてもう出来上がりのイメージの通り、表布を外側、内布を中側にして、こうして中が裏になってますよね。ここ間違える人いないと思うんですけど、そして中心と中心合わせて、そして脇と脇合わせて、そして細かくしっかり、これしっかり留めといた方がいいですよ。これクリップでも何でもいいんですけども、最後の仕上がったように留めときます。そして少しずつこう待ち針を留め、待ち針なりクリップなりを外しながら、少しずつ少しずつこうしてボンドをつけて、まあ、20センチぐらいずつでいいと思うんですけど、ボンドをつけて、そして貼り合わせるっていう感じで貼り合わせしてきました。そして1回ずつアイロンもかけてますね。で、これ画像に出てますけど、内布が少し中に入ってますよね。2ミリぐらいだと思うんですけど、これだから最初に1.8折ったんですね。内布は1.8、表布は1.5折ってますから、これで少しだけ控えて作りました。見た目がとっても綺麗ですよね。こういうふうにして作ると、カバンがとっても綺麗なカバンになると思います。そして最後までつけましたら、またこれもアイロン、表の方からもアイロン。これアイロン、全部紙で、ペーパーでやってます。ペーパーはこれはファックスの紙ですね。で、広告の紙とかだと印刷したものがくっついてきますから、気をつけてくださいね。わら半紙でも何でもいいです。次に持ち手ですけども、これは長いのが好きな人はまあ50センチ以上あった方がいいと思いますけど、これもお好みで、これは45センチでやってます。私はまああんまり長いの好きじゃないものですから、45センチなんですけど、そしたらカバンテープの表ですよね。これ、まあ、表裏ないんですけど、間違いないように表に3センチのところと、3センチから1センチのところに印しまして、これ鉛筆でやってるんですけど、分かりやすいように鉛筆でしてますけど、そして1センチのところにこんな風にボンドつけまして、5センチの
幅の方をこうしてペタッとつけます。5センチね、ペタッとつける、こんな風ですね、やってます。そしてアイロンして落ち着かせて、そして今の3センチのところにボンドつけて、そしてこうして折り返しますね。でこれまたやっぱりアイロンかけて、そして裏に変え、こんなとになってます。こんな風にきれいに。そしたら裏にして、裏のところ、ここはもうしっかりボンドつけてほしいんですけども、ここにこの縫い代の、縫い代とか折り代のところの中側にも外側にもこうしてボンドつけて、そしてピッタッとここで収めてほしいんです。これがあのしっかりついてないと、あの本体とはくっついててもこのカバンテープと布とが剥がれてきちゃうことがあるので、これもしっかりつけてくださいね。でここもアイロン、もうアイロン掛けがもう本当にこのアイロン掛けとボンド貼りが作業なんですけど、まあ、でもこれでバッグが、いいバッグができちゃうんだったらこれはこれでいいかな。まあ、ミシン買うこと思えばボンドもそんなに高いとは思わないかもしれないですね。そうしまして上の部分、これを少しだけ中にこうして少しだけ三角にするんです。これ手が汚れるんですけど、こうしてちょっとだけ中に入れて、そして折り込むと、とっても綺麗な、すごくとっても綺麗になりますね。端の部分、これ切り込み入れてもいいですよね。こうして2本作りました。そしてこのカバンテープを外側に取り付けますけども、脇部分から10センチ、上から6センチのところに印します。これもこの場所もあの外、私は外側の方についた方が好きとか、中側の方にこうついた方が好きとか、いろいろあると思うので、でもこれも好きなところにつければいいですよ。決まりは何もないです。中心部分にくっつけてつけちゃうということもありますよね。もうそれもカバンはもう好きなように作ればいいですよね。こうして、そしてこの裏にの今折ったところの裏のところにつけるんですけど、これもしっかりボンドつけました。ここは力がかかりますから、まああの YouTube にもこの小西さんのこの裁縫上手のビデオが上がってまして、これもすごい強度がありましたから、全然これで大丈夫と思いますね。そしてアイロンをかけて、そして反対側からもアイロンをかけて、そして仕上げますね。で反対側の持ち手もつけました。これで完成なんですけど、これおまけです。これマチのところをこうして折りましたね。マチからずっと上に上がってきます、来てまして、ここが綺麗にこの箱ボックス型になるように折りました。そして折って、この内側の折ったところの内側にだいたい1センチ幅のこの長さが5センチか6センチぐらいのものをボンドつけますね。これこうしてこうして折りました。そしてここがくっついちゃうんです。このバッグの形が、これが綺麗になるんです。これ他のバッグ、ミシンで縫ったバッグでもこういう作業をしたいときこのボンドを使うといいと思いました。ですからまあこの反対側もこれ綺麗にこうなってますよね。これミシンで上からステッチで押せようと思うと、ちょっと工業用でも結構上、一番上の方は辛いものがありますもんね。こんなことがこの裁縫上手でできました。それですからこういうこともあって、まあいろんなあの想像が膨らんできちゃって、この裁縫上手使った作業がいろんなこと、スカートにスカラップとか、そんなのがまあもうこんなもやりたいわ、あんなのもやりたいなっていうのが出てきた。これ一晩置きましたらこんなに綺麗になったんですね。そして強度も十分あると思いますね。ですからまあいろんなのあれも作りたい、これも作りたいみたいになって今なってしまって、しばらくこのボンドクラブの動画がちょっと増えるかもしれないんですけども、また順次上げていきますので、もしよろしかったら見ていただきたいと思います。これあのうち結局これ内ポケットにもこんな風に大きなバッグ、あの大きなポケットがついちゃったもんですからですけど、アイロンかけながら作るので、こんなに綺麗なバッグになりました。まあ、ミシンの苦手な方、手縫いもバッグは大変という方には、
参考になるかなと思います。